ペーパーバックの初版、城は、フランツカフカによる未完の長編小説。1922年執筆。とある乾村の城に雇われた測量死刑が、しかしいつまでたっても城の中に入ることができずに、翻弄される様子を描いている。生前は発表されず、死後1926年に、マックス・ブロートによって、編集、交換された。 カフカの三つの長編小説、失踪者、審判、城の中では最も成立時期が遅く、また最も長い作品である。夜遅く、K は雪深い村の宿屋にたどり着く。この村は、ウェスト・ウェスト伯爵の城の所領であり、城の許可がなければ宿泊することはできない。K は城に雇われた、測量士だと名乗り、宿屋の電話で城に問い合わせると、 折り返し測量士を雇った胸の返答があった。K は宿屋の酒場を借りて、一夜を過ごす。翌朝 K は城を目指して歩いていくが、城へ通じる道を見つけることができない。百姓家で一休みして、宿屋に戻ると、もう日が暮れてしまう。宿屋の戸口には、その日道端で見かけた二人組の男が立っている。アルトゥールと、イエレミーアスと名乗る二人は、彼の助手であるという。 女子たちの話によれば、許可がない限り上に入れてもらうことはできないらしい。そこで K は、城の執事に電話をかけ、いつそちらに向かえばよいかと聞くと、永久にダメだという返答がある。そこに城からの使者だというバルバナスという男がやって、来て、K に手紙を渡す。その手紙は、城の長官クラムからのもので、それによれば、K の直接の上官は村長であるという。 K は、城に連れて行ってもらえるのではないかと期待して、バルナバスと連れ立って、宿を出るが、期待に反して彼がたどり着いた先は、バルナバスの家であった。K は、バルナバスの妹オルガに宿屋に連れて行ってもらうが、そこは初めに、K が泊まっていた、橋屋ではなく、城の役人が泊まる、新進層であった。新進層にはちょうど城の長官クラムが、滞在しているという。 K はその酒場で給仕をしていたフリーダに一目惚れをする。彼女はもともと橋屋の女中であったが、その後、新真相の酒場勤めに出世し、今はクラムの愛人でもある。K と彼女はカウンターの下で愛し合い、一夜を共にする。目覚めるともう昼になっており、助手二人が K を迎えに来る。K とフリーダ、女子は連れ立って橋屋に戻る。K は、 橋屋の女将からフリーダに対する責任について詰め寄られる。その後、K は助手二人を連れて村長の元を訪ねるが、村長は現在測量士を全く必要としていないという。村長から城の行政機構の仕組みを長々と聞かされ、何の成果もなく宿屋に戻る。再び女将と話し込むうち昼の時間になる。K が2階の部屋に向かうと、 小学校教師が待っている。彼は測量士として雇うことはできないが、学校の小遣いとしてなら雇うことができるという村長の伝言を伝える。K ははじめ拒絶するが、フリーダの提案で小遣いの仕事を引き受けることになる。フリーダは先に小学校に向かい、K は再び城を目指そうとする。新真相の前に来たとき、 フリーダの公認で酒場の給仕になったペイ・ピーに会う。K は新進相にクラムがいることを知り、待ち伏せするがクラムは K を避けて出て行ってしまう。クラムの秘書であるモームスが尋問しようとするのを断って K は新進相を出る。そこへバルナバスがクラムの二通目の手紙を持参するが K はその内容に失望する。暗くなって小学校に着いた K はフリーダ、 女子と食事をし、眠りについた。目覚めると、すでに子供たちが登校しており、女教師がケイに苦情を言う。ケイは女子二人に解雇を言い渡して追い出す。学校にフリーガを残し、ケイはバルナバスの家を訪ねる。本人は不在で妹オルガから一家の話を長々と聞かされる。三年ほど前、 スエイモートのアマーリアが城の役人からすぐ来るよう要求され拒否したことがあった。それ以降一家は村人たちから差別を受けるようになり、靴職人の父は仕事を失った。父はなんとか城から許しを得ようと虚しい努力を続けるが何の反応もなくとうとう病気になってしまった。実はケイに手紙を届けたことはバルナバスにとって城で初めての重要な任務だった。 一家にとって K は、城とのつながりを強める希望となっていたのである。夜になり、元助手のイレミーアスが K を訪ねてくる。イレミーアスはフリーダを、新真相に連れ戻し、自分は、ボーイの仕事に就いたという。そこへ、バルナバスが来て、クラムの秘書エルランガーが K に尋問を行うので、新真相へ行くよう伝える。新真相でフリーダに会う。バルナバスの家を訪ねたことで、 ケイに不信を抱いてしまっていた。ケイが留守の間に、イエレミーアスは、フリーダの体を奪い、今は、新進層で、同じ部屋に住んでいるという。フリーダが去った後、エルランガーの部屋を探すが間違って、ビュルゲルの部屋を開けてしまう。ビュルゲルが、秘書の業務について延々と語るうち、隣の部屋にいたエルランガーがケイに呼びかける。エルランガーはフリーダを酒場に戻すようケイに言い渡し、 部屋を出ていく。朝5時になると、重木が各部屋にいる役人たちに書類を配って回る。K は疲れて酒場で寝込んでしまう。夕方に目覚めると、ペーピーがいる。フリーダが戻ったため、ペーピーは明日から女中に戻らなくてはならない。ペーピーはフリーダを散々避難した後、K に新進相の女中部屋へしばらく身を隠すよう進める。 カフカは1922年1月から2月にかけて、現在ポーランドとチェコの国境高地にあるシュピンドラーミューレのホテルに滞在しており、ロはこのホテルでの滞在初日から書き始められた。それから3ヶ月ほどで半分余りを執筆し、3月半ばにはマックス・ブロートに冒頭部分を語って聞かせている。しかし次第に行き詰まるようになり、9月に最終的に放棄された。 この間の6月、カフカは結核により勤めていた保健局を病気退職している。作品は大判のノート6冊に書かれており、25の区切りのうち19に照明に当たるものが付いている。ブロートはこれを再構成し、20章のまとまった章にして出版した。カフカの他の多くの奏功と同じくこの作品にも、作品タイトルに当たるものが付けられておらず、 ブロートはカフカが生前、城の物語と表現していたことに基づいて、城のタイトルを付けた。1968年にドイツの映画監督、ルドルフ・ノールトが映画化しており、この際主演をマクシミリアン・シェルが演じた。1991年には、ミハエル・ハニャケがテレビ映画としてカフカの城を制作しており、 1994年にはロシアのアレクセイ・バラバナフが映画化している。またアリベルト・ライマンは1992年にこの作品のオペラを作曲している。日本では2005年に松本治の演出、田中哲氏の主演により舞台化され、新国立劇場で上演された。ありがとうございます。